2024年8月長野県安曇野市豊科駅付近炭火焼き鳥酒坊立つ。今回は長野県安曇野市豊科駅付近で炭火焼き鳥酒坊立つを営んでいらっしゃる長野県45期の競輪選手 OB 藤本達也さんにお話をお伺いしました。ありがとうございます。今日はどうぞ。こちらこそ。東海の西川はい、とか結構来てくれるのよ。あ、そうなんですか。うん、なんか辞めるとみんな選手なんかあそこへちょっと行ってみたいとか、ここに行ってみたいって言って行ってなんかちょろっと来てくれるからありがたいよね、はい、あ、そうですね、うん、あ、西川さんあれですよね、ラーメン屋さんやってて。そう、静岡の選手はなんか意外と仲が良かったり先輩たちには可愛がられてたりとか。あ、そうなんですね、まあ、兄貴が選手でやってたっていうのもあるからね。まあ達夫っていうんだけど、達兄の弟かとか、まあそれがあるから俺も競輪選手になったようなもんだから。じゃあ藤本さんが競輪選手になったきっかけとか動機はお兄様と。そうだね、兄貴が競輪学校で成人式だったから俺が9歳ぐらい。ああ。でもその時からも競輪選手になるって言って自分で思ってて。あ、そうなんですか。ただ俺たちは岐阜にいたから。あ、岐阜に。兄貴ももともと岐阜にいて、兄貴は岐南校なんだよね。あ、そうなんですか。あの、うん、名門の。そう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 。まあ自転車部ではなかったんだけど、ええ、辞めてからちょっと選手になるって言ってなんか急に言い出したとかなんとかで、でまあちょっとうちは事情があったから、はい、長野県が母親の生まれたところだって、ええ、だからこっちに来て兄貴が生活してた、ね、選手になってから。はい。で俺たちは中学の時に俺がこっちへリフト長野で二重招待しててもダメだからって言って、でこっちに来て、だからもう中学の時からもずっと俺はもう競輪選手競輪選手って言って、はい、で高校は抹消学園が唯一自転車部があって、はい、で2つ上に斎藤さん勝則さんがいたから、だから3年1年であの人先輩だったから。あ、そうだったんですね。だから選手になったのは俺が1年後だけどさ、斎藤さん43期で俺は45期だからさ。あれですよね、あの少し抹消学園の記録見た時に藤本さんの名前があって 1000m タイムトライアル5位っていうのが。ああ、2年の時にね。そうそう、それが一応地元の国体だからって言って、なんとか頑張って5位入賞して、それでロードでゴール前にこけて。あ、そうなんですか。顔をここからここまで37針縫って、それで休んでたのか。視力が 0.2 とか 0.3 ぐらいまで落ちて、はい、でもそれでもまあ眼球には傷もないし、ただこうここの上のここの皮がちょっと持ってかれたから、こう縫い込んで鼻の心もちょっとペダルがちょうどこうやって通ってたらしいんだよね、転んでるところに、それでなんか手術して、国体だと半月あるかないかぐらいで試験だったんだよ。あ、学校のですか。うん、競輪学校はね、で、まあ、俺ほらその前まで知らなくて、高校卒業しなきゃなれないと思ってたのが、兄貴が急に願書出す頃になったら、お前高校中退でも受けられるっていうのは知ってるかって言うから、え、そんなの知らないですって。どうする、受けてみるかって言うから、高校なんか行きたくねえじゃん。もう9歳から競輪選手になるっていうことをずっと考えて、高校なんていうのは競輪選手になるのに高校卒業しなきゃ競輪選手になれないと思ってたから、やりや入ってるだけでさ、学校なんか行きたくないんだもん。そうですよね。そしたら受けられるっていうか、いや、そのままぜひ受けたいです。で願書出してくれて、受けるってなったら怪我しちゃったからさ、はい、でも試験は受けに行くしかないなって思ってたら、急に兄貴なんか、お前試験受けるつもりあるのかって言うから、あ、はいって言ったら、じゃあなんで練習しねえんだよ。顔中37針も縫って、はい、まだ傷口痛いのに優しい言葉はないんだって思ったけど、あ、でもそうだよなって、試験までそんなに日にちないし、ほんで眼帯してたけど眼帯取って、それから1週間から10日ぐらい取り出して、まあもともと 1000m はなんとかなると思ってた。ハロンが苦手でさ。あ、そうだったんですか。ハロンだけはなんかやだなって言って、もう駆け出し失敗しちゃってタイム出なかったらどうしようっていうぐらいビビってたんだけど、まあなんとか受かったから。そうだったんですね、うん、すごいっすね。やっぱりかなり練習積んでたっていうことなんですかね。もう俺はそうでもない。だけど競輪学校に入ってひたすら股ずれの中から血が出るぐらい48の16で、毎日バイク誘導の練習をやってたら、なんか足がそれきれいに回るようになって、4級の15ぐらいでも9秒ぐらい出してるようになったから、だから学校の練習がそれが一番合ってたんじゃないのかな俺は。おー、
一番辛かったけどね、最初のその1ヶ月が本当毎日泣いてたもん。あ、そうですか。シャワーも浴びられないわ。だってもう股ずれで毎日股ずれで血が出てるじゃん、その中がさらにまだ切れるんだから。うわ、4歩の16でオートバイ誘導で3回転っていう、そういう俺らの時代は次回で入っていくと回ってくるともう60キロになってるのね、はい、4波の16で60キロってことは1秒間に3回転回さなきゃいけないわけじゃん。それを毎日毎日やらされたらもうそんなかかとが下がってるとかこんな汚いベタリングじゃいられなくなって、はい、もうとにかく早くロスしないように綺麗な回し方を嫌顔でも覚えちゃった。そしたらすごいペダリングが綺麗になっちゃって、そしたらタイムがなんかバババババッと出るようになって、いやすごいな、ベタリングって大事なんだなって言って、はい、だから選手の頃はよくこう、はい、通圧のベタリング見てて、あ、綺麗だなとか無駄がないのかなって、時計で言えばこう回ってくる時に踏み込むここからと上げてくるところって絶対に円運動の中でロスがあるんだよね。その上と下のロスを極力減らせば自転車ってすごい速く進むのよ、はい、だからこいつ強いのに踏み込む力は強いのに、はい、踏み込みすぎてて10踏み込んでるのに、はいね、4もロスしてるから、だから自転車6しか進まないんだなって言って、だからこういう子はかわいそうだよな、力ってこの10で踏んでる力を全て10前へ進める力に変えたら、はい、すげえ強くなるのになって思うけど、そういう子に限ってそれができないから。一時期松本人志さんがそのペダリングを良くするために楕円のギア流行った時期があったと思ったんですけど、松本さん同期だからね、はい、そうですよね。あ、なんか松本さんとのエピソードとかなんか印象とかもしありましたら教えていただけないでしょうか。あ、一種独特の雰囲気を持ってた人だから、はい、で2つ上なのね、はい、うん、だからふんぞり返ってるわけではないけども、ちょっと一種近寄りがたいところがあったから、はい、あんまりそばに行ってなかった。あ、そうなんですね。だから同伴だから隣の隣の部屋ぐらいにいるんだけど、はい、あんまり人さんの部屋は怖くて入っていけなかった。ああ、じゃあその一種独特の雰囲気っていうのはちょっと圧みたいな。そうなんです。それでほらあの当時人さん適正ナンバーワンっていう名前でこう出てきたからね、はい、で俺なんか小僧が在庫3位じゃないけどちょっと成績が上じゃん、はい、だからやっぱあの人にしてみればこんな小僧なんかに負けたくねえなっていうのがあったかもしれないから、だから俺はほら何も分かんないからさ、自分がそんなになると俺は兄貴に無事出てこいって、県学校デビューしてからが勝負だから、はい、学校は無事出てこいよって言われてたら俺も兄貴の言われた言葉は素直に信じて、うん、出てきてから頑張ればいいやって思ってた、はい、だから一番年下だから一生懸命とりあえずコツコツまめにはできないけども、はい、もう与えられたことはもうしっかりとこなすしかないなって思ってたし、まあ17歳だからね、変わり者なんで全部もう一番大好きなのがトレーニング階段、トレーニング階段3キロサーキットと半ソロって、この3つが俺の大好物だからめちゃめちゃ苦しいのばっかりだと思うんですけど、全然もう楽しくてしょうがなかった。じゃあ途半もこう自主練で何本もやったりとか。途半に自主練は行ったことはないけども、トレーニング階段は5週だ10週だなんて言ってやってるけど、10週なんて言われたらもう一番真っ先に吹っ飛んでって、一番最初に帰ってくる唯一負けたのが大阪の伊藤博さんで、あの人に負けたぐらいで、ほぼ負けた記憶があんまりないんだよ。そうなんですね、伊藤さん。そのぐらいの好きだった。もうとにかくもう実習もひたすらもう何も考えないでもうブワー登り切ったら下っていってって、それで実習当たり前。3キロサーキットはもう俺らの頃は自転車持ち込みじゃないからさ、はい、あんまりギアが重くないのよね。だけど横からさ、埼玉の片織さんとかもいたずらするんだよ。上りの途中でギアをガチャガチャって重くされちゃうのよ。でおーってこけそうになるじゃん、はい、もうそれは面倒くせえやって言って、ね、もう全部下ったら全部上り全部ギア重くしちゃって、はい、で今度来てやろうとするとさ、あーって言うからさ、へへって言って笑って、はい、で今度サドルにこうやって捕まっていたずらするから、だから下ってる最中に人を見つけて、はい、で下り切ったとこからすいませんって言ってギア重くしてサドルに捕まってくださいって言って、えいいのかって言ったら、いやいいです、上まで連れてきますって言ってサドルに2人捕まってもらって、一番重いギアでサドル2人捕まって、こっちとこっち1人ずつ捕まってもらって、で上まで登ってハワイって言ってまた下ってきて、また人見つけて、すごいっすね。で高校3年生だよ。あ、でも高校3年生である意味素晴らしい環境で鍛えられるといいますか。素晴らしい環境なの。どうですか。学校にいればみんなそれ一番ほら3年生になって一番ふんぞり返られるのに、はい、俺はそんな一番楽しい青春の真っ最中に
誰も同い年もいない、はい、ところで一人でずっとぼーっとしてたんだよ。だからそのほらタメ口聞ける人とかもいないしさ、だまあ仲のいい先輩みたいな人だから、だから群馬の遠藤純一郎さんなんかアマチュアの頃から知ったりとかしたから遠藤さんとかに遊びに行ったりとかそういうようなことはあったけども、タメ口聞いておいなーとかってっていうような喋る人は誰一人もいないわけだから。じゃあ、うん、学校卒業したらそういう方、学校卒業したってダメじゃん、だっていないもん。いなかったんすか。46期は年下いないでしょ、はい、47期になって初めて同級生が出てきて、はい、で48期も同級生だから49期が出てくるまで2年間年下は出てこない、で1年は同い年も出てくる、47期が出てくるまで同い年がいないからさ、はい、だから競輪界に和歌山の西野と俺しかいない。だからもうとにかく競輪場に行ったら兄貴がお前と同い年もいないし、まあ、しては年下もいないんだから、はい、競輪場にいる人たちはもう全員お前より年上だから先輩だからとにかく頭だけ下げておって、とにかく頭、おはようございます、おはようございますって言って頭下げてて、朝から同じ先輩に3回頭下げたら怒られた、はい、お前、顔見て挨拶しろって。挨拶することはいいことだけど、はい、お前人の顔見てねえからお前同じ人間に3回も挨拶してるんだって言って怒られて、はい、兄貴に挨拶だけしてれば怒られないって言われたのに挨拶してでも怒られたっていうのはこれは笑い話。あ、はい、あじゃあかなりあの気苦労と言いますか。そうだね、だからなんかこう変な話、いつまでたってもそのなんか自分がいつまでも下みたいな性格になっちゃった。ああそうなんですね。うん、成功体質みたいな、なんかだから何年かしてきてもあんまりなんかもう別に先輩後輩関係ない、なんか自分がもう一番下みたいなつもりでこういるのが一番気が楽だからさ、はい、だから後輩に気使われたりするのはあんまり好きじゃない。あそうなん、自分が気使うのは好きだけど。あそうなんですか。そうだから東京では本当にお世話になって、慶応学なんか広島さんの前もあったことあんだからね。そのレースどうでしたか。広島さんが引いちゃって、でそれが俺広島さん国尾さん、はい、俗屋さんで、はい、同県の上条さんが5番手を回ってくれたのよ。で別選が原田則夫さんだの。で俺はまだ原さんと面識がなかって、はい、上条さんが原さんのところに則夫を申し訳ないって言って、はい、まあ、新潟と長野だからさ、今じゃ当然もう俺が原さんを連れてっていうのは当たり前のラインなんだけど、はい、あの当時はもう俺はやっぱり東京にお世話になってるってことで、上条さんが原さんのところにいて、はい、申し訳ないって俺らも東京では世話になってるから、はい、東京とは別で走れないからって言って、で上条さんももう東京さんに入れて、で清島さんが達也が前じゃ仕方ねえなって言って俺の後ろって言って話がまとまっちゃうからさ、清島さんがほら俺なんか使えねえって言えばさ、清島さん国尾さん俗屋さんで東京ラインで、はい、俺と上条さんでそこに原さんがどうするかって言って、はい、じゃあ原さんが俺の番手回って新潟と長野はもうラインだからって言ってくれればだけど、そういう話にもならなかったから、だから慶応学で原さんと別線で走ってたこともある。だからさっきも言ったけど、そのぐらい俺たちはやっぱり東京にはお世話になってたから、うん、お世話になってるっていうそういう思いが強かったけど、今はもう全然そんなのもないし、でそこに高山さんとかで、サトシなんかはほらこっちで練習してたからね、高山サトシ。そうなんですか。一緒に練習してたから、神さんがいっちゃんの息子選手になるっていうからこっちに来てたまに練習することあるから頼むなってって言うから、いや俺なんか役に立たないけど一緒に練習するぐらいはできるかなって言って一緒にガイド行ったりとかしてたり。へー、そうだからその辺のところではそういうつながりがすごくあったね。だから東京に関してはすごい俺は一気に常にずっと考えてたけど、だ自分が出てきた頃なんかはもう全然別じゃん、もう甲信越ライン最強ラインででも上がっちゃったんだけど、だから永井さんとかあの古林さんとかあの辺とかみんなもう夜のラインで、鉄壁ラインで、はい、うん、そこの絆はすごい硬かったりとか。あそうなんですね、うん、それはもうずっと食堂は別でも部屋には必ずいたりとかっていう、そんなような部屋飲みがまだ大丈夫だった頃ですね。そう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 、そしたらあれですかね、あの山口健さんとか尾崎さんとかもう藤本さんの後ろで、健さんとは走ったことないけど尾崎さんとは2回ぐらい走ったことはあるかな。4コーナーからなんかブシューンって抜かれて、はい、頑張れって言って抜かれたの。そしたら尾崎さんがあんまりにもいいスピードでバーンって抜いちゃうから、はい、後ろが離れちゃうんだよ。だから強い追い込み選手って最高選手をかばいながら抜いちゃダメな時もある。ああじゃあ綺麗でもう綺麗でビシャーンって抜いちゃうと、はい、3番手の選手に離れちゃう。で3番手の選手がモコ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 って来て抜いて、はい、でこっちもあよってて頑張れって言ってもう一回振り直したらなんとか3着に残ったりとか。おー、うん、
それをなんかこの見ててかばって来たからって言って、はい、なんだやべえって慌てて連れてくように踏んでっちゃうから、みんなモコモコモコモって連れてっちゃうから5、6着ぐらいに先行選手になっちゃうんだけど、脱ぐ時はもうビシューンって脱ぐか、そうじゃなければもう上げといて、はい、自分だけギャーンって抜いちゃってくれれば、だから恩田浩二さんとか尾、崎さんだとか、そういうまあキレのある人が抜きに来ると、はい、すごいよね。後ろが離れ、本当に2社ぐらい離しちゃうから、すごい瞬発力ですね、うん、本田さんも軽学でヤピジー修造っていう人と一緒で、はい、で俺本田さん薬師さんだったんだけど、はい、本田さんがビューシャーンって抜いたら薬師さん離れてたの、で最後やっと俺を抜いて薬師さん見ちゃって、だから俺はもうやっぱそういうところでいっぺんに来られちゃうと、あもうダメかなって思っちゃうけど、そうだと、はい、いやちょっとこれ頑張っとかないかなと思って踏むと、だから3着ぐらいで残れてるとかするから、だから力あるこの選手っていうのはやっぱりそういう風に抜いてやらないとダメなんだよね。昔はやっぱそういう人たちがいて、はい、やっぱりちゃんとした役割分担をしてた時代はしっかりあったよね。だから今でも言うこの人のためだったら先行選手頑張ろうって思えるっていうぐらい、うん、その人が後ろについてくれるんだったら、しっかり仕事してくれるなって言ったら、先行や先行の仕事しようってっていうふうに、そういうふうにある程度思えた時代だよね。藤本達也さん、大変貴重なお話をありがとうございました。いつも競輪ジャーニーをご覧いただきありがとうございます。次回もぜひお楽しみください。